東京のウォンズウォンズとは、気象分野で用いられる、ある地域の降水量と気温を表すグラフ。降水量と気温のみをもとに、地域の気候を分類する欠片の気候区分とともに、用いられることが多い。横軸に、月、縦軸に、降水量と気温をとり、月別平均降水量を棒グラフ、中上グラフ等で表した表示と、月別平均気温を、 折れ線グラフで表した表示を重ね合わせる。月別平均気温の折れ線グラフの代わりに、月別の平均最低気温と平均最高気温を表す棒グラフを使用することもある。この場合、1年の中での気温の変化だけでなく、1日の中での気温の変化も同時に読み取れるため便利である。ウィキペディアにおいては、基本的にこのタイプのうを採用しており、各都市の項目や、 欠片の気候区分における各気候区分の項目においてこのタイプのウォンズを見ることができる。ウォンズに対応する英語はハイサーグラフであると説明されることがあるが、ハイサーグラフは本校で説明したウォンズとは異なる。ありがとうございます。